ようやく僕は九頭竜高校バスケ部に入部することができた。それに桃春くんは少しバスケに興味を持ってくれたみたい。そんな時、新丸子高校の不良たちとの喧嘩をきっかけに初めての試合が決まったんだ。次回、アヒルの空、桃春の翼。